今回はアラヤ2回目やります。で今回は12回目で出てきたね。だから、まあ、前回の3回と12回だからやっぱ確率そんなに低くないのかな。なんか15の極の刹那はなんかハマってる人は本当に3桁ハマるみたいな感じだったけど、こっちはそんなことないのかな。で編成はこんな感じ。ちょっとアルセーヌとロイゼ入れてきた。で水属性相手なんでロイゼの豆が使えそうな気がしたのと、あとアルセーヌはこれキラーが結局キラーというか属性有利取れてるキャラがいないんで殴りが弱いから、一応ファーストキラーと連撃キラーあるし、その辺強いかなって思ったのと、まあ、あと周回で反撃誘発、友情誘発できるキャラ1体欲しかったんでアルセーヌ入れてみた。どうなんだろう、木属性だとアスカマリいるじゃないですか。あれが強いのかな、ちょっとその辺わかんないんですけど、ちょっとだからアルセーヌかみたいな感じね。であとソロで回す人はその紋章のありとなしで本当に違いそうだから、その辺でも差がある気がする。はい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 、ここ入る、倒す、ギャースピードが速すぎて、もう。でロイゼの友情の強さがどれぐらいなのかっていうのもちょっと気になるところなんですよね。まあ余裕ないからやんないけど、はい、ここは縦でここ入る、はい、最速で2手ね。で、ボス1までは行けてった、1回行けたんで、まあ、その子まではどういうクエストなのか、まあ、ちょっと分かってるね。で、ここは、下手に動かさない。ここは多分アルセーヌに全部任せ、アルセーヌじゃないや、ここ任せた方が多分強い。なんでここ置いときます。オニャンコポンに多分任せた方がきっと強いと思うんですよね。配置いいし。3P はだから縦間取っとく。で、あと、アルセーヌ、減速壁で加速できるんで、その辺も多分強いかなと思って。はい。おー、何やってんだお前は。いや、配置がやばい、そしたら。あ、即死ないよ。よかった。薄く右行って、はい。でさ、あ、また手になってた。くそ、薄く右行って踏む予定だったんだけどね。おー、豆！豆めっちゃ効いてる！いや、今回、ほんとロイゼだな。ロイゼ、いや、実装された時あんなに低評価されてたね。運営さんも。いやー、考えますね。いや、多分ずーっと思ってたんだろうな。うわ、こいつら、近畿新幹線実装されたら、手のひら返すんだろうな、みたいな。あ、そんだけ低評価、低評価してるやつは、みたいなこと思ってたのかな。で、これでいきます。属性有利、結局、ただ、気になるのは、ちょっと待って、これを、ただ気になるのは、ここ加速拾って、あ、ちょっと待って、これを、こっちでいいや。気になるのは、これ、属性有利何パー、どれぐらいの倍率かかってるのかちょっとわかんないんですよね。はい、倒す、倒す。すげえいい感じ。で、おにゃんこぽんそこ、で、多分、これ、みんな多分楽勝に行けると思うんで、一回ちょっとアルセーヌ直したいかな。ちょっと待って、これ、次のステージどんなんだったっけ？ログ画したやつ見直す。次のステージの魔法陣配置。あー、次はあれか。村雨のやつか。ただ配置が今ちょっとこれ良くないよね。一旦ちょっと置いとこうかな。一旦ちょっと下に下がっていって、はい。はい、はい。はい。まあ、ここは置いといて、で、アルセーヌも、縦間で薄くいって、で、気弾食らう。ただこれ、ビットンと被ってそうで、入れ番しそうなんですよね。できればアルセーヌをなんとか戻してから抜けたいんですよ。はぁーもうやだ、やめた、やめた。じゃ、これはもうやめて、ロイゼの豆を撒き散らしたいから、豆を撒き散らしたいから、だから、スイッチの前に、あんまり、動かしたくないんですよね、ロイゼの豆を。はい。こう、横間で打って、はい。ロイゼ、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 頑張れ、ロンゼ。ロイゼ、よ、あ、よ、豆やばすぎ、ほんと。ほんと、豆やってよかったわ。今の豆の威力で、ちょっと、頭のいい人、属性、有利どれぐらい取れてるか、まあ、ダメだ。パワースイッチと兼ねてるかちょっとわかんないかもしんないけど。ちょっとその辺、見てみたいね。
したらこれは横間で下がっていって縦間で上がってでスピードアップ拾う、はいはいはい、でこれ拾ってこう打って、あーまあもったいないね。でこれ行きました。なんとか、あとアルセーヌだな、なんとかアルセーヌをひよこから戻して抜けたいね。でアビロは、あーそっか次そっちか、うーん、まあ、とりあえずそしたらこう打って、はいはいはい、まあ、これで魔法陣拾う、はい、で削る。なんとかアルセーヌをひよこに戻した状態で、次が、なんだっけ、まあ、なんかのステージあるからそこ、あ、そっか、あれか、めちゃくちゃ遅延来るところか。あそこでなんとかちょっと合わせたいよね。だから、ここからうまいことやろうと思ったら、まあ、こんな感じかな。はい。はい。ここを打って、ひよこが戻って、なんかうまいことハマってハマってハマって、お、何の動きしたかよくわかんない。とりあえずいい感じになったからセーフ。で、SS もちょっと使いたいな。あ、いらないかな。これだけ削れてるから、十分、なんかいけそうな気はするけどね。パワースイッチは入れないとダメ。さっきの斜めショットが今回できないんですよね、まだ。パワースイッチなしで通るとは思えないしな。そしたらこれよ、横間で下がって上がるか、縦間で程よく削るか、あーどうしようかな、これ。SS まだ打てないけど、まだ即死まで十分時間あるから大丈夫。まあ、横間でいっか、横間で下がって上がって、まあ、とりあえず右行くように打つか。はい、はい、はい。で、右行って。あーやっぱ、うまいこと入れないよね。ただ、全然友情で削れるよね、これ。で、ロイズが今これ逆転右来てくれたらいけるな。おー。あー、そっちか。でもロイゼのガイドもちょっとありがたいよね、これ。いけるかな？はい。弱点なしでも削り切れるかな？はい、はい、はい。挟む。あ、全然いける。さすがに、ギミック何とかは、こういうの載ってないね。属性何倍とかも書いてあったらいいのよかったんだけど。あとは、まあ、ここでもう負けることはないから、あとはもう魔法陣にならないように気をつけるのと、あと次なんだっけ？次のステージが、確か結構、あー、そうね。できれば、自強化キャラを開幕打って、遅延されないようにした方がいいと思うんですよね。あそこの遅延で、初回、ボロクソにやられちゃったんで、ちょっとこれまだ抜けないでおこうかな。アルセーヌに次任せて、はい。ちょっとアルセーヌに次任せて、やっときたいね。はい。で、開幕、これ、おにゃんこぽんの SS 使って暴れて、いい感じに、いけたら多分一番いいのかな。でここを行きます。で、ここを、こう打って、はい。で、こう打って、こう打って、ここ打って挟まる。オッケー。で、ここを一発 SS 打って多分やった方が結構いいと思うんだけどな。で、ここ SS でしょ？あー、でも、なんか配置がちょっと怖いな、これ。とりあえず2回触れたい。2回触れたいから、あー、横間です。できれば斜め暴れが一番いいんだけど、横間で確実に倒しても遅延されちゃったしな、無前回。ちょっと暴れ気味でいきます。はい。で、これで、はい。で、強化して暴れて、はい。よし、いいんじゃない？で、まあ、1体残っちゃったけど、まあ、これぐらいは許容範囲でしょ。で、蘇生かな？はい。ほら、これめっちゃ遅延されるもんね。頭おかしくない？これ、ロイゼ遅延されるくらいだったら、絶対魔法陣になっちゃうし、使っちゃった方がいいよね。絶対、これ。じゃあ、2体いるから多分大丈夫。はい。あ、でもロイゼなくても、これ友情でいけたかな。どっちが良かったのかな、ひよこなしと。まあ、12ターンだからそんなに気にしなくていいのかな。で、これ、はい。残ったのは一番いらないアルセーヌか。アルセーヌの SS、ランダだからボス特攻だもんね。今のとここの、あれに使えないからな。使えるかな、これ。これすり抜けて、あ、ダメだな。上方向だったらいけたかもしんないけど。そしたら、
ここからこう拾って、こう行って、はい。はい。で、ここ、倒、ん?よし、オッケー、倒した。うん。オッケー、オッケー、いい感じ。何してくる?これ、防御ダウンしてる、今。あ、そっか、ここ集めてくれるおかげですげえありがたいんだっけ。これなんか、初回の時あんまり機能してくれなかったんですよね。はい。機能したけど、貫通だったのかな、ターン。はい。で、これでオッケー。やべえ、アルセーヌの加速やばすぎ。もう一回戻って、よし!で、戻った。で、即死まで8ターンあるからかなり余裕ある。ここからどう動くかね。ビットン出てきたひよこです。スイッチ起動して、ブロックから階段上に行って、敵を殴りなさいみたいな感じか。で、これそのまま行くと、魔法陣3個踏んじゃうから、これは逆にひよこスタートの方がいいのか。まあ、とりあえずちょっとひよこ1個だけ踏んで、はい。はい。いけるかな?はい。あ、いけた。あ、でも、ギャン!いや、でもここの配置になるとちょっと厳しいな。あ、でも、反対側行こうと思っても4個踏むようにちゃんと考えられてはいるのね。そしたら、これもロイゼも結局こう打って、これ割と適当だな。はい。でもこれアルセーヌ無理じゃない?はい。あ、戻っちゃう。戻っちゃったら、あ、一応途中で多分声切ったと思うけど、その、ボイス聞きたいっていう人も多分いると思うんで。で、ここは、ここから初ね、完全に。で、これは互い蘇生じゃないのは、今までの傾向上そうだから、とりあえず、ひよこに戻したいね、ひよこから。はい。で、ここ戻して、スイッチ起動して。は?お?え?よくわかんねえけど、すげえいい感じの動きだ。あ、なるほど、ここ挟まるのか、今回は。あの、村雨のところとやってることは一緒ね、そしたら。うわ、そしたら、ちょっと一回、そのまま置い、というかこれ、アルセーヌの SS、ほんと使う機会ないな。SS を、やっぱ貯めときたいから、即死8ターンなんで、多分よほどじゃなければいけると思うんですよね。とりあえず横端でいって、はい、はい。で、アルセーヌのこの、状態は残しとく。で、OK。この程よい決意で結構なんとかなりそうだけどね、今のところは。だこれも横間で薄くいって程よく削り、これをちょっとひたすら繰り返して、あの、SS 舐めしたいな。はいはいはい。はい。うん、OKOK。アルセーヌ何やってんの?おおひよこジャンガル、これいけるか?っていうか、アルセーヌ思ったより、やっぱ、あれだな、しまったな、そうだ、超減速壁忘れてたな、あれ、多分超 AGB と同じ速度で伸びるから、かなりやばいんですよね。あ?まあちょっとこれクリティカルで飛んだね。でも飛んだはいいけど、は?何これ?うわー、本当はだからこれもう一巡あれば、まあロイゼが撃てるからいっか、横間で上がっていって、で、魔法陣から戻ります。魔法陣から戻ります。はい。で、ここでロイで加速。はい。はい、あ、いや、意外とこれ硬いな。敵。で、はい。いや、意外と敵硬いぞ、これ。で、ちょっと待って、これ、縦と横どっちがいいかな?縦で、とりあえず、この、あっち行きたいな。あの、右下のあの雑魚たち倒しとかないと、ちょっと、おにゃんこぽんだとルート的にちょっと、あそこ行くの厳しいんで、ここだからこう打って。はい。うわー、これアルセーヌのチャンスないな。はい。はい。はい。うん。で、倒す。まあ、あれ倒せないのは、まあ、しょうがない。まあ、それは、もう許容範囲内。オッケー。で、オッケー。で、あれも出てきた。あの、右下のおじいちゃんたちも解除されたんで、一回これだから横間で薄くいって、はい、はい、はい。ワンパンこれ。いや、結構かかるな。ロイゼくっそ、ロイゼのやつ。アルセーヌでどういくこれ。アルセーヌでしょ。魔法陣は、3
子だから暴れでいいかな、これ暴れでいい気がするんですけど、だからだからこれをうわ、これなんか即死臭いな、大丈夫かな。これを一回ここに踏んどいて、はい、ここでこれ一回戻って、はい、よし、 OK、 よし OK、 これでみんな SS 使えるようになった。いや、これは多分なんとかなるでしょ、さすがに。ここから変なことしてこなければ。防御アップ、あー消えた、びっくりした。あ、そか、あれ、あれ普通の今までのビットンと一緒ね。いや、これはもう多分なんとかなるでしょ、さすがに。スイッチは2回踏まないと意味ないから、だからこれ普通にこう打って、右から2回踏んで、いやーでも怖いなー。1回踏むか2回踏むか、このぐらいの距離だと、読めないよね。早すぎて1回パターンもあり得るから、何も考えずこれ、こう打って2回戻ってくる方式でいいかな。これでいきます。はい。こう打って、はい。どうだ、はい。オッケー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 、ああ、はいはいはい、大丈夫大丈夫。これなら削り切れるわ。お、いや、これロイゼの大冒険で終わりじゃないの。あとロイゼで、ちょっとやったら、うわ、ロイゼ接待だったな、全体的に。なんかアルセーヌは、ちょっと SS が、まあ、ひよこ状態であれだったっていうのもあるけど、ちょっとあれだったね。これロイゼで、薄くいって、起動して、はい。はい、はい、もっと遊ぼう、もっと遊んでくれるよね。よし、できたー。いや、やっぱ反射だわ、貫通いらねえわ。貫通だったら貫通いたことでこんなにデメリットになるとちょっと前回思わなかったね。難易度的にはまあちょっと紋章マシマシだから何とも言えないけど、いやでも多属性入れられること考えたら、一応これでロイゼか、おにゃんこぽんどっちかは、まあ、紋章なしが多分ソロの人でも組める限界なのかな。周回で多属性2体は、ミス1つで積みかねないんで、ちょっと厳しいんですよね。で、これが、あらやね。よし、ゲットした。とりあえず1体か。まあ、1体持ってたら十分な気がするけど、っていうか、こういう系のやつ1回も運極作せたことないし。まあ、でも30の周回、いや、あんまりやりたくないな。なんで、まあ、こんな感じかな。いや、結構、良かったね。難易度的に。いや、1回勝負だから、ちょっとあれだけど、まあでも SS を結構やっぱり貯めるっていうのを意識するのと、あとロイゼの12ターンは本当に良かったわ。あれ軽い SS だし、魔法陣無視できるし。で、やっぱ中ボス前のあれだね、即死じゃない、 SS 遅延、あれどんだけ食らわず抜けられるかっていうのすげえ重要な気がするわ。あとアルセーヌどうなんだろう、あんまり強み発揮できなかった気がしたけど、どうなんだろうね。なんか、豆が結構強かったから、アスカマリとか入れたら、そっちの方でもしかしたら活躍すんのかな。まあ、ちょっとそれ、自分は多分やんないと思うんで、誰か多分、アスカマリ使ってみたわ、探したら、出てるかもしんないんで、そっち参考にしてみてください。はい。それじゃあ、ごきげんよう。